日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は入ると出るについて、入るそして出る。はいはいはい、皆さん元気ですか？日本語コンテッペイの時間ですね。僕は今日も元気ですよ。ね、今日の天気も悪くない。最近いい天気ですね。天気がいい日は、外を散歩しながらポッドキャストを聞くのはどうでしょう？皆さんいいルーティーンだと思いませんか？ね、今日は入るそして出るですね。入ると出る。まず入るというと、僕が近所のコンビニに行きますね。近所にセブンイレブンがあります。僕の家から歩いて2分ぐらいのところにセブンイレブンがある。セブンイレブンに着いたらセブンイレブンの中に入りますね。セブンイレブンの中に入って、まあいつもは、チョコレートバーとかね、チョコレートを買って、あとはポテトチップスを買ってだいたいそういうものですよね。あんまり健康に良くないものを買って店を出ますね。コンビニを出る、はい、入って出るね。あとはスーパーマーケットに行って、スーパーマーケットの中に入って買い物をして、スーパーマーケットを出ます。ね、そういう毎日のこと以外にも、例えば入学、学校に入ると言いますね。入学する。そして卒業する。出るですね。僕の子供は、7歳ですね。小学校に入りました。今年小学校に入った。そして、あと6年後ですね。6年後。12歳になったら小学校を出ます。ね、そして小学校を出たら中学校に入ります。3年間あと、ね、3年後に中学校を出ます。中学校を出たら高校に入ります。高校に3年間いて、3年後に高校を出ます。高校を出た後は、多分ですよ、多分。多分僕の子供は大学に入ります。ね、大学に行きます。大学に入ります。ね、大学に入って4年後。多分。4年後に大学を出る。その後は分かりません。大学院。マスターですね。大学院に入るかもしれないし、ね、それとも会社に入るかもしれない。会社で仕事を始めるかもしれない。それともフリーランスになるかもしれない。ね、分かります。全然分からない、はい。どこかに入ってどこかに出る、ね、いろいろな、人生ですね。学校、いろいろな学校に入っていろいろな学校を出たんですね。はい、というわけでそろそろ時間ですね。アスタルゴ、またね、またね、またね。